本当に危なっかしい人生というかね。でもまあそのスリルがたまんないんですよね。ギャンブル運は多少あるんで、企画書書いて送りましたよ、スマップに。孫さんが出なくて仕込んだだろうって言われました。リスク取りすぎだからね。本当反省した方がいいな、そうですか。間違いなく成功の鍵となったのは、うん、皆さんこんにちは。日本を元気にしたい YouTuber、岡本敏樹です。今日はですね、あのシーマンで有名な斉藤豊さんをですねゲストに迎えまして対談形式でやらせていただこうと思ってます。いやまあ個人的にねめちゃめちゃ仲良しのゲームクリエイターなんですけど、これがねなかなかクセモンで面白い話がね聞けると思いますので、皆さんぜひお楽しみに。シーマンさんどうぞ。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないっていう、まさにそういうことですね。でも僕らのゲームクリエイターとしてかなり尊敬してる人なんで、ありがとうございます。今日はね、めっちゃ楽しみにしてました。僕もチャンネル登録してますから。ありがとうございます。チャンネル登録したのこれお恥ずかしい話、岡本さんだけですもん。それはお恥ずかしい、本当に。まず一人しかしてないのが珍しい上に、はい、その一人が俺だったら本当に恥ずかしい、ね、そうなんです。俺もだっていろんな人がいる中で俺ですよな。そうなんですよね。自分でやるのもなんですけど、本当に何人か知り合いの人でもう、ね、グイグイやった人いるんですけど、岡本さんだけ、うん、チャンネル登録しろよという指示があったので圧がね、はい、圧がさせていただきました。いやすみません。だから、ね、この間もぴょこたんさんに言われた言葉があって、はい、なんでその底辺 YouTuber してるんですか。ああでもなんかそれ褒め言葉だと思いますよ。いや褒めてねえわ。絶対褒めてない。中途半端に気使われるよりはね。あ確かに、ね、ええー、もう間違いないですよ。遠回しな表現されて傷つけるよ。傷つくのは傷つくんですね。同じ傷つくならズバッとだ。岡本さんらしくズバッと。僕たちこう仲良しだから何だろう、僕バレてしまってると思うんですけど、シーマンと呼んでるのは僕だけなんですってね。はい、呼びつけにしてるのかもしれない。いや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 、仲良しって意味ですやん。シーマン君とかシーマンちゃんとかシーマンさん嫌じゃないですか。いやめっちゃ嫌ですね。シーマン先輩とかね、上げてんのか落としてんのかよく分かんないという。落としてます。落としてます。でさっきとあれ一緒ですよね。底辺 YouTuber と同じですね。ですね。裏でこればっかりしてるのがそれは完全間違いないですね。ほぼ間違いない。空と感じますよやっぱりね、なんか普段その周囲にいる人たちがそれをけしかけてるんじゃないかなぐらいの。それ俺ですね、それが。それで俺ってことになりますよ、その話だと。まあでも、本当尊敬してるんですよ。本当ですか。ゲームクリエイターとしてはですよ。はい、会社の経営者としてじゃなくてね、はいはい。ゲームクリエイターとして本当に尊敬してて。だからね、01じゃないですか、いつも。光栄です。本当に01なんですよ。僕らも01って言ってますけど、やっぱり 95% ぐらいからやっぱパクってるんですよね。あ、なんか、ヒットゲームの作り方っていうのをこの間、はいね、YouTuber、はい、僕は才能がないんで、95% アプローチだなと思って見てました。改革させてもらってますけど、うん、ああいうでも、僕のコンプレックスというか、うん、は経営者としてってまさにおっしゃいましたけど、うん、結局、ヒットを1本出したら、続編をうまく作っていくのが王道じゃないですか。うん、そうですね。だし、うん、岡本さん言ってた通り、非常にユーザーの多いゲームを、うん、の不満な部分だけ直して、うん、ポコッと横に置いて、これもまあある種のビジネス的に言えば成功法ですよね。ですよね、うん、で僕どちらも苦手で、かっこつけてやりたくないんじゃなくて本当に苦手で、だから自分のヒット作でも続編が苦手でやでやでしょうがなくて、結果、うん、経営者としていかがなものかという結論に至り、常にリスクの高い新作、うん、やって、今もまあ、そんなことやってるんですけど、本当に危なっかしい人生というかね、経済的に言うとですね。でもまあそのスリルがたまんないんですよね、うん、なんか今の話ぶりだと生活が困窮してるように聞こえますよね、うん、まあでも全然困窮してないからね、あなた。いや困窮してますよ。つまりその結構ほら、まあ、社員売上ゼロのまま何でもやってるんですけど、うん、それ困窮と呼ばずして何て呼ぶんだって、ね、余裕で回してる。いや昔の蓄財をちょっとずつ削りながらやってるんで、うん、まあ限りなくこう減ってはいますけど、それがなくなるまでに、まあ、物が完成すればというところでは、マイナスいっちゃうと社員に払えなくなっちゃうんで、うん、まあマイナスではないのは確かなんですけど、はいはい、うん、単年で言っても赤字なんですか。赤字です。そこそこの売り上げがあったりとかしないんですか。しないです。
ただうまく株を回して黒字になってたのかしら。ギャンブル運は多少あるんで岡本さんには負けますけれども、いやらしい、まあ、とにかく、うん、なんだろう、そういう株だろうが FX だろうが面白がってやるんですけど、うん、全部そっちに開発にぶっ込みますね。シーマンをどうやって思いついて、うん、どうやってプレゼンして、うん、どうやって開発して、どんなふうな権利関係やってて、今シーマンどうなってんのみたいなところまでお聞きした、はい。まあ見てる方の多くの人はシーマンって名前もあんまり聞いたことない人もきっと多いと思うんですけど、あるでしょ、ありますかね。ありますでしょ、シーマン。99年に、はい、の7のつくと月ノストラダムスの大予言いやもう世界が本当に怖いわ、滅亡するって言われた時代があったんですね。まあ、半年屋さん、まあ、その月に発売しようということでギリギリ出しまして、それ本当に狙ってた、はい、音声認識を使ったゲームで、はい、気持ち悪い人面魚がテレビの中から、ユーザーに向かって話しかける、うん、1個できなかったことの一つとしてテレビの中からおい岡本って呼びたかったんですが、これできなかった。これはまあハードウェア的にも非常に限られていた容量の中で、それ何ができなかったんですか。個人名を呼び上げるとですね、そこの人工知能も間に合わなかった、じゃなくて、それはテクストスピーチっていうとこうテキストで吐き出した岡本って呼ぶ言葉だと当時は非常に施設の発話しかできないわけで、プレレコーディングで声優さんが、なるほど、録音してないってことか。そうです、だから青山から和渡辺まで全員名前を全部入れなきゃいけないから、入れなければならないから、まあ、そこまでできなかったし、まあ大体ユーザーなんか名字で呼んでほしいと思わないわけだからみたいなところも含めると、ユーザーが今だったら登録した文字列をそれなりのメロディで読み上げれば言えます、うん、できるんですけど、まあ、当時はできなかったですね。まあただそのテレビの中からだいたい普通の映画とかは、はい、テレビカメラっていうかそのカメラを見ちゃいけないっていう鉄則があって、役者さんはそのカメラを見ちゃいけないんですね。それはカメラという存在がないことになってる、ない設定だから、でゲームもしかりで、まあゲームの場合は時々あるかもしれません。アニメも一部ありますけど、基本的にはカメラ目線というのはその本当のお茶の間のユーザーを見てるわけではなくて、その相手の人を見てるって設定なわけですけども、なるほど、はい、シーマの場合はそういうのの逆をやりたくてですね、ちょうどニュースを読み上げてるコントで、はい、お茶の間でニュースを見てる人がこうテレビの中のニュースキャスターが時々お茶の間の中をこう覗いて何やってんのっていうようなハッとするようなコントがありますけど、それと似たようなハッとする感を出したいということで作ったゲームというよりはちょっと変わったソフトという感じでしたね。そういうものでした。でそれを作りたいなと思ったのは、まあ、結構簡単な思いつきからで、まあ、その開発を当時やっていた開発チームとお昼を食べた時に、まあ、熱帯魚のソフトがよくこう Mac で流行ってたんですけど、はい、その熱帯魚のソフトっていうのはものすごく緻密にこう熱帯魚の育成をシミュレーションして卵を産んだりとかっていうのをやってる、まあ、非常にそれが一つの売りだった。名高いソフトが、その話題になった時にあんなに根気のいる仕事は僕はあんまりやりたくないなっていうのをこう自虐的に自分で言ってたんですね。あれは手間がかかって大変だよねみたいな、はいはい、まあ、俺には続かない、俺だったらもう美味しいとこだけ持ってきて実際の魚のシミュレーションなんかどうでもいい、テレビの中から何見てんだバカ野郎っつって、昨日連れてきた女誰だあれはとかって言ったらハッとかするじゃないですか。しますね。それやりたいなと。でも人間の顔で人間の声喋るって気持ち悪いのがいいな、で思いついた、ふっと思いついた、そうで誰かがそれ名前なんていう名前ですかねって言うから、ふっとシーモンキーの気持ち悪い顔、パッケージのこう猿の顔を思い出して、シーモンキーっていうのがあったんです。昔の製品で微生物なんですけど、それ俺らが小学校の時の、漫画の表3か表4にあったやつだよね、そうね、そう粉末みたいなの買ってきて水槽に入れるやつだよね。そうすると孵化して、なんか猿っぽい顔のした微生物が育つっていう。実際は猿っぽくないんですよ。パッケージの猿っぽくないんですかね。ないですよ。プランクトンですから。だって買ってねえもん。僕買いましたよ。買ってるのか。だからアメリカなんかではみんな知ってますよね。だからどうしてシーマンってつけたのって言ったから、シーモンキーから出た。なるほど。で、まあそのパッケージの顔がモンキーじゃなくてマンなんでシーマンと。いう名前で、まあ、コードネームで、まあ、コードネームじゃないです、その最初は思いつきで言ったんです。そのシーマンという見たことだ、こう下がってくこう頼りない名前の交換がなかなか受けたわけですよ。気持ちよかったシーマンかよみたいなですね。しばらく面白がって人に言ってたんですけど、そのうちになんかあれまだやらないんですかってこう聞かれるようになって、あれ絶対面白いですよって言われるようになって、本当、それで、まあ、企画を本格的に進めるようになったんですね。これがまあフェーズ1です。
あの最初の思いつきのプランニング、うん、はいはいはい、でお金が必要なので、うん、当時セガ、の、うん、入間尻さんという副社長さん、はい、ホンダから来られた、そうそう、はい、まあ、次期社長になる方ですけど、はい、その方が、まあ、あのホンダ USA の社長からスカウトされてセガの副社長になって、まあ、これからの世代を作っていくという若きホープ、今の僕らより年下なぐらいの方ですね、うん、当時と、を紹介したいというふうに、あの飯野健二さんという飛ぶ鳥を落とす話題を作るゲームクリエイターの人が、うん、今もう亡くなられてるんですよね。そうなんですね、はい、彼が、まあ紹介したいんだよって言って紹介してくれて、それで、まあ、知り合いになって、でなんか斉藤君、今度出るセガの新しいハブなんか作らないっていう時に提案したんですが、あんま感触良くなくて。あ、そうなんですね、うん、あら意外、うん、で何回も何回も提案して、誰しもがこんなのが売れるわけないよっていうわけですよね、うん、要するにこれはちょっと受けるわけがないだろうっていうネガティブな反応だったわけですよ、はっきり言うと、うんうんうん、あ、気持ち悪いし、うんうん、ロールプレイングでもないし、うん、シューティングでもないし、何なんだこのジャンルはっていうこともあるから、まあダメだ、でも僕はそれはいいサインだと思っていて、うん、ちょっと時間は前後しますけど、私セガでやるかやらないかはっきりしてない頃、アメリカで作った時に、まあ孫さんがひょんなことでこうカリフォルニアに行くんで飯食おうって言った時に、レストランのパワーブックでその時のシーマンをこう見せたんですよ、うん、うわ気持ち悪いなっておっしゃってて、でその後まあ食事しててなんかいろいろ話してた時に、なんか何時間か経ったら、それにしてもさっき見せられたあの魚気持ち悪いねって言ったんで、よっしゃと思ったな、うん、なるほど、要するに無関心でいられないものって絶対ヒットするんです、だから、うんうんうん、10人のうち9人嫌っても残りの1人を買ってくれば、日本の人口でもうこの10人のうち9人できました、分かる分かる、1人とか絶対守ってくれると数出るんですよ、うんうんうん、で一番やっちゃいかんのは無関心になることだと、そうですね、うん、だからいけるんじゃないかというふうに思ってました。ちなみに後日なんですけど、はい、シーマンがヒットしまして、はい、週刊文春が似てる人、こうカーネル・サンダース・おじさんと、バースとかね、やった時にシーマンと孫正義っていうのが出てて、マジですか、したら孫さんが出なくて仕込んだだろうって言われました。この番組やったなっ、全然知らなかったんですよ、やったなっつって俺シーマンは、うん、ご自身の顔だと思ってましたよ。いやいや、それよく言われるんですけど、うん、もう今はカミングアウトしたんですけど、もう時間がなかったので声は僕です、知ってます、岡本さんはご存知ですけど、これね、今もうシーマンの話してくれって言って、こうなんかプレゼントとかでやるときに、うん、プレゼンターとシーマンの声が一緒じゃないかだんだん気づき始めるんですねそうですね、のぶとい声ですからね、もともとが、そうですね、あれが一番恥ずかしいですね、うん、まあ、それでその気持ち悪いというふうに覚えててくれたので、これやれるなと思って覚えましたね、それでまあしつこくプレゼンして、入間尻さんがまあ折れる形でというか、まあ分かったと、まあこういう変なそこまで言うんだったらと、うん、まあやろうかと、結果エースでしたけどね、そうですね、なんか美味しいとこ全部持ってっちゃいましたね、エースだったけどな、この間実はね、コロナで流れちゃいました、流れたか延期になったんですけど、はい、今年セガさんが創業60周年だそうで、はい、あ、そうなんですね、うん、で何かその大きなイベントを仕組んでおられたんですね、うん、去年ぐらいから、うん、その中で裸眼で見える 3D の、シーマを展示したい、裸眼の 3D ですよ、でお見えになられて、で実に面白そうだったんで、それが実際に、観客の方を向いて実際にAI で動くっていうのをやりたかったんですけど、まあ、全部ちょっと残念ながら流れちゃったんですけれども、ですがセガさんがいまだにね、ドリームキャストといえばやっぱり一番象徴的なのはシーマンだって言ってくれる、そうですね、完全キラーソフトですもんね、嬉しかったですね、予算とか、うん、期間とか、僕の中では期間は相当伸びたイメージ、うん、予算は結構使うたやろうなと勝手に思ってるんですけど、うん、どうですかその辺は、うん、いや、相当切り詰めて、やったので、納期に、まあ、多少、声優型だもんな、声優型、うん、いや、これね、笑い事じゃなくて、結構これ、迷ったんですよ、最初のプロタイプ、自分で作りますよ、もちろん、でも、物理的に声優を、うん、言うたら、1年とか、
24時間ほぼ高速になりますもんね。そうですそうです、あのこのやり方だとね。そうそう、瀬川あのとか斉藤さん、あのできれば芸能人使ってもらえませんか、うん、誰だとやっぱできればスマップとか、スマップはって言って企画書書いて送りましたよ、スマップにの。できれば爬虫類っぽいんで草薙さんがいいかなと思ってですね、はい、結果返事来なかったですね。でもどんどん時間ないからこのまま自分の声でやったんですけど、結果ね、間違いなく成功の人になったのは、うん、何回でもやり直しができるっていうのは金額の問題じゃもはやなくてプロの問題です ですね、うん、これはもう何回でも取り直せると。でマンションとか会議室とかで撮ってたんで設備なんかろくにないんですね、うんうん、でもそんなの関係ない、さっき言ってあの最高級の録音スタジオでプレステ版が撮ったんですけど結果一緒です、面白さは変わんないです。そうですね、うん、だって水の中でコボコってやってるやつですか、ね、おっしゃる通り、あの水のブクブクブクっていうのを重ねたらね、多少のノイズとか全然関係ないし、よくパトカーとかヘリコプターが東京通るんで通る、維持中断なんですけどヘリコプター多かったですね。多いですね、まあそういうのもあのクオリティに勝るものではない。だからあの赤ちゃんシーマンなんか自分の娘ですね、声は。本当ですか、うん、はあ、それ初めて聞いた。とにかく納期通りに出さないといけないタイトルだったんですよ、はい、ローンチまでいかないけどそのハードウェアのねあのプロモーションに使いたいということで、うんうんうん、ですからもうとにかくお希望してたものの9割は捨てて最初から。え、本当ですか、うん、いやそんなイメージなかったな。最初の段階でバッサバッサと捨てて、やりこれやりたいあれやりたい、もっと AI 的なことやりたい、全部バッサバッサ捨てて、もうひたすら一番軽くした飛行機で言うとゼロ戦みたいに一番軽くした状態で突入ですね。あとはまあ、スタッフが優秀だったってことですね。当時のスタッフはものすごいやる気、当時 の一緒にこれを作るために集まってくれたスタッフが、まあ、ものすごいやる気を持ってやってくれてたんで、うん、彼らがいなかったら全然できなかった。そこは開発の方ですけど、僕は企画側とかセリフの内容とかなとか早く作りましたね。もう2なんかシーマン2なんかものすごく泥沼に近くぐらいその納期が伸びて、大変だったのはやっぱり1は切り口がはっきりしてるけど2っていうのはプレッシャーがかかるからいろいろ足し算になってくるんですね。そうですね、うん、1は引き算ですもんね。完全に引き算でね、うん、もうだから早かったですね。気持ちよかったです、作ってて。え、僕早かったイメージないんやけど、それは結構早めに発表されてたのと、俺が作ってる様をずっと横で見てたから。それはね、岡本さんがご覧になったのその後にちょっと実験的に出したクリスマスエディションって。あ、そうですそうですそうです、うん、そうです、僕あのスタッフロールなんか名前入ってますから。入ってます、まかない担当ですね、料理チャーハン作ってくるんです。岡本さんチャーハン上手なんですよ。岡本さん炭水化物多いですよね。本当俺ん家で遊びに来てくれてありがたいなと思うんだけど、俺ん家でイーブル食わしてくんなかったら最後愚痴言うんですよ。お前マレーシアで全力だよあれ。お前が滞在した時も600円くらいおごってもらったんですかね。全部でおごったよ。おごったよ。お前が長く滞在するからトータル2000円くらいおごってたんだけど。そうでした。ドリンクまで入れるとな。マジですか。そうでしたか。でもしあの高いもの食べに行っていいですか、うん、寿司とか食いてもいいんですけど、うん、そしたら日本の中の下くらいの味が出ますよ。ああそれもまあちょっと嫌ですね。嫌ですよ。やっぱ炭水化物は僕らね長く住んでるから、うん、中の下がね最上級なわけでしょ。久しぶりに行くと、はいはいはい、寿司うめえって言うんですけど、はいはいはい、日本から来たばっかりに寿司食べさせると誰も感動せずに帰るんですよ。僕でも一人2万円以上払うんですよね。 あそうですか。全然僕が行く時はだからチキンライスですか、シンガポール風。そうですそうです。かチャーハンかカレーのこの3つしかごちそうになってないですね。あの文句多いぞ。だから炭水化物のソムリエだと思ってます。文句多いっす。そうですね、うん、炭水化物しか食べないですからね。いやだからね、でまあそんなこんなでだから遅れてはいないし遅れないというコンセプトって非常にいいと思います。何かを作り始める時に、うん、そうですね、まあ、あれもやりたいこれもやりたいっていうてんこ盛りにするやり方もあるんでしょうけど、はい、これしかやらないっていうふうに決めてかかると、はい、ちょっと自分としてはやっぱり それが強みになって、コンセプトがぶれなくなっていいんじゃないかなと思います、ね、あのファミコンとか、うん、スーパーファミコンとかみたいな、うんうん、まあ、これ本当にいい意味でですよ、うん、制限されてるハードの方が、うんうん、なんかね、そこのハードの強み出そうとしますよ ね。制限されてるがゆえに、それも面白いですよね、うん、ね、昔の 2D のゲームで面白かったゲームで 3D になってつまんなくなっちゃったゲームっていくつかあるじゃないですか、うん、ありますあります、はい、プリンスオブペルシャがね 2D の時には本当に楽しかったんですけど、一番最初のやつね、うん、
僕は、ね、PC で遊んでましたから。そうです、アミガでぬちゃぬちゃっとした動きですね。そうです、そのぬちゃぬちゃっとするやつでしょ。そうです、あれ僕も好きやった。ねえ、ぜひ YouTube でプリンス・オブ・ペルシャの 2D ちょっと見てください。いやゲームなんでやってみないとつまんないと思うんですけど、絵で見ただけじゃつまんないけど、これが残念ながら 3D になってゴージャスになって戻ってきた時にはなんだかなっていうところがあってね。あれしかなかったですもんね、あれが。あれを、うん、あんだけの動き見せるもんだね、うん、なかった。あれは感動しましたよね、しましたね。どういうことだこれと思いました。はいはいはい、実写のようでしたよね。実写のようでした、単色のものが。そう本当にそうです。すげえこの動きと思いましたもん。うん、なんか情報って多ければいいってもんじゃないんだな、ゲームにおいては。と岡本さんね、すごい研究熱心だなと思うのは、いつもこう人集めてボードゲームをね徹底的にやり込んでこう研究するんですね、うん、で僕が見てたのはスコットランドヤードっていうゲームを買ってきて、うん、まあ、有名な、うん、そうですね、イギリスのゲームですけど、うん、それを徹底的に研究して、うん、こう何回も何回もやり込んでね、うん、僕はその岡本さんによく怒られるんですけど、他のゲームをほとんど知らないんですね。好きなゲームをちょっとやるんですけど、それ以外あんまり研究しないんです。岡本さん本当に研究熱心で、私が一番感動したのは、まあ、カジノに自分のセオリーを実験しに行って実際に勝って帰ってきたっていう、それは感動しましたね。もうだからストラテジストなんですよね。すごいこう分析して実験したいんですよね。いや実験、なんか検証作業したいんですよね。うん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 、シーマンで、はい、権利関係どうしたんですかっていうと、結局どれぐらい儲かったのよあれっていう感じで、うん、まず自分が作るときは必ずコピーライトは自分で持たせてくださいっていうのが前提です。そこすごい、僕ね一回持ったことないです。あ、そうなんですか。はい、なのでその契約なかなか通らないですもん。ああ、なんか任天堂さんでもそれは通させていただいて、うん、大玉っていうゲーム、僕これ、はい、結構自分の自信作だったんですけど、敵も味方も全部潰せていく玉が、そうですね、そうです、そうです、戦国時代のゲームなんですけども、ピンボールというね、これもそうでした。じゃあ持ってんですね、いっぱいいろんなものを。そうです、だから今こんな T シャツ作ったりですね、いまだにこう、そうですね、シーマン .AI と書いてありますけど、背中のまた文字がやばいですよね。ノーリスクノーライフね、みんなリスク取れよと、リスクがない人生なんかつまんないよと、売り上げ落ちちゃっていいじゃないかと。あれ気ぃすか、リスク取りすぎだからね本当反省した方がいいから。そうですか。いい格好して結構リスク取ってるからね。取りまくってますよ、取ってもう振り切ってますよ。いい、これ本当にこのままの生き方してるからね。はい、ありがとうございます。リスクやばいよ。はい、ありがとうございます。もうちょっと無難に言ってもいいんじゃないですか。それめっちゃ褒め言葉ですから、僕のとこ褒めてるんですか。これあんま褒めたつもりもないけど、めっちゃ嬉しいです。本当、はい、やりすぎ感はあるけどな。まあでも、そうそう、それで権利は全部持ってます。持ってます。はい、だから、セガさん、今度。だって、全額出してるんでしょ、セガが。開発費。いや、全額じゃないです。あ、全額じゃない。うん。だから、そのさっきのシムタワーもそうですけど、まあ、100% 自分で出して、会社を作りました。はい、で、これに関しては、シーマに関しては、ミニマムギャランティーを、要するに、出来上がったら何本人売る。最低でも。うん。はい、はい。でそれをベースに銀行からお金を借りれるわけですよ。はいはいはい、じゃあシーマの会社で借りた、うん、うん、プラス一部、開発の前払い金っていうのもありましたから、そういうの合わせたりしました、うん、ただ銀行から借りるときにやっぱり銀行さんがいろいろ企画とかをこう見て、市場に残念な返事が返ってきたのは、売れる見込みが少ないのでお金あまり貸せないと、うん、理由は3つあると、うん、まず事例が、こういうゲームの事例がない、ヒットする要因として可愛くないってさっき言ったようなこととか、その3つぐらい上がってきて、銀行も真面目ですね。銀行も真面目ですね、はい、だから結果全てがいい意味で裏面でたので、うん、ロイヤリティも高めに設定してもらって、うん、なるほど。なので結果オーライでもリスクは高かったですね、さっきの、うん、ノーリスクノーライフ、うん、だからその開発チームで優秀なメンバー集まってもらってやってたんだけど、僕の岡本さんと一緒だけど、僕がやってた一つの大きな役割っていうのは、そのリスクを取るというか、金を集めてくるという、うんうん、そういうところもゲームクリエイターとして大事なのかなと思いましたね。あんまりゲームクリエイターで金集めてこないですけどね、まあ、ゲームプロデューサーってことですね。まあそうですね、プロデューサー部分とディレクター部分というのをやったってことですね。そうですね、うんうん、コアメンバー7人でしたから、7人どっかのモンスターストライクと同じ。あ、そうですかです、ね、あ、そうですか、ね、最初そのチームの名前はスタジオ7っていう名前で始まったんですけど、かっこいい名前が、う
で、いくら儲かったか、ロイヤリティでその後入ってきていくらな、会社に入ってくるんで、皆さんこれ大事なとこですよ。いや大した金額入ってな、いやでも50万歩くらい行ったのかな、日本で40万50万、だから5億くらいじゃないですか。1本目が5億、うん、でも2本目3本目ってあるじゃないですか。それは開発使っちゃうから、あのその後シーマン2はもう7、8年後ですからね、うんうんうん、その間また変な発明してたんで、トータル的にはもう全然マイナスですよ。え、ちょっと待ってください、シーマンってあんまり儲かってなかったって話になってきてます、びっくり。うん、眠るんですよ。だってマジですか。サブスクモデルじゃないですから、うん、売り切りじゃないですか、うんうんうん、まあただ人生経験的にもいろいろやりましたからね。だから儲かったら会社ででしょ。だってそんなのだって黒字になったって法人税払って終わりですから。やらしいわ。いや本当にだから儲かんないですよね。そのオリンピックみたいに4年に1回ドーンと儲かって、あとずっと冬の時代みたいな。ゲーム、あの今のゲームと最大の違いは、あの毎日売り上げたため、そうそうそう、うん、だから今のビジネスモデルは人安定して給料を高くできるから、うん、非常にいいなと。なるほど、羨ましいですね、うん、目見ながら言うなって、うん、ね、すいません、あの楽させてもらってます。まあこんな感じでですね、シーマンさん、斉藤さんに来ていただいて、シーマンのこの成り立ちから備え儲かってなかったんやでって話と、うん、今のビジネスモデルはええねえいうところまでを、皆さんに聞いていただきました。今日はこの辺ぐらいまででよろしいですか。はい、はい、じゃあここでバイバイ。